あのさ、はいはい、テレビでね、うん、一番視聴率がいいのって何か分かる？そらもうあの涙の謝罪会見。そんなわけないやろ。あれ過去一ですよね。誰だよこれお前。あれすごくないですか、あれ。はあ、あれ絶対いいですよ。え、ちなみにあの謝罪会見、井上の謝罪会見の映像どこかしらで一回は見たことあるよっていう人どれぐらいいますか？これ100パーちゃん。ここで聞くからよ。視聴率100パーで聞いたらそうなるやろ。100パーの可能性がある。バカなんかお前は。すごいぞおい。あるだねお前。お前トレンドやんけお前。誰だよお前。こんな小さいトレンドあるか。すごいね。まあ一般的にあのテレビで視聴率が取れると言われてるのが3つあってやな。3つある。まあ1つ目が赤ちゃん。赤ちゃん。で2つ目がまあ動物。動物。まあまあ犬とかね。はいはい、はい。で3つ目がラーメン。ラーメンだ。そうそう、だからまあ言わんとしてること分かるわ、まあ、これがない場合視聴率取れる、まあ、三種の神器なんか言われてんねんけどさ、はいはいはい、俺これに負けないぐらいね視聴率取れるもん一つ見つけたやん。分かった。何？あの嘘泣きやろ。もうええわおい。そんなわけないやろ。違うがな。これあの盲点やったと思うんだけど。盲点。生卵よ。生卵。そうそう、生卵ってさ、うん、あのご飯の上とかに乗ってて美味しそうに見えるやんか、はいはいはい、あれこう黄身が割れた時にとろーっとする感じ、はあ、あれもテレビ映えして、はあ、なんか美味しそうってなるやん、はあ、やっぱ生卵とる意外に視聴率取れると思うね。あ、そう、うん、俺生卵嫌いやねんな。嘘やろ。生卵嫌いな人が多い。いや、生卵も昔は全然俺好きやったよ。いや、みんなに愛されてる生卵やん。いやいや、それは分かんねんけど、うん、そ最近思いません？皆さん生卵に対して、うん、何が？あいつ調子乗ってない。どこが？いや生卵なんか調子乗ってないやん。 いつも縁の下のなんか力持ちみたいな感じやん。いや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 、あのさその自分の力量に対してその、うん、調子の乗り方がちょっと合ってないというか。お前生卵を何や思ってんの？いや、なんか俺引っかかるんですよ。引っかからへんやん。いや、特に親子丼の上に乗ってる生卵。あ、まあたまにあるな、こう卵黄が乗ってるパターンの親子丼。うん、そうそう。あいつさ、別に何もやってない。やってるやん。あいつ親子丼の上でさ、ただ割られて乗っかっただけのに、なんか主役の顔してない。そんなことない。いや、それを考えすぎ。いやいやいや、だって本来親子丼はあの親子ね、丼米ね、上の親子。こいつらが主役なはずやのに、うん、こいつそのまあ言うと完全に親子だよね。もう他人や、こいつな。他人やのにあの親子の上でなんかこんな感じ。いや、そんなことない。いや、卵そこまで決めてないから。もう回ってるやん卵。なんで卵回ってんの？なんかこんな感じでおるやん。いや、考えすぎやって。俺めっちゃ調子乗ってんなと思うね。何を調子乗ってんの？いや、そのさ、あの生卵が美味しくしてくれることなんてないですから。あるやろ。ないです。冷静に考えてくださいね。あいつの仕事は何をしてるか。味薄くしてるだけですから。マイルドにしてんねん。味薄くするとか言うな。あいつが入るせいでね、例えばすき焼きとかも濃く味付けせなあかんくなってるんです。いや、それをマイルドにするのが卵の役割やんか。いやこの SDGs の時代になんでこいつを主役にさせるがために、なぜ全部濃くしないといけないのか。いいやん、それがね、卵と合わさって一つの味になんねんから。いや、あかんよそれも。何がややこしいで、さっきも言ってた、その美味しそうに見えてしまうという。いいやろ、それが何よりや。美味しそうに見えてしまうのに、あいつは美味しくしていない。何やったら味を薄くしている。こんなもんめちゃくちゃ詐欺じゃないですか。鳥だけに茶化すだよ。茶化言ってるやん。うわうわ、めちゃくちゃキレてるやん。バカタレが。そんなキレられるようなことですか、これ。詐欺だけにって言ったらこっちやし。ここまでキレられること、こっちは本気で怒ってんねん、お前。うわ、言うとくけど、その親子丼の上の生卵嫌いになったんはお前の責任やからな。俺関係ないがな。お前生卵みたいな生き方してるやないか、お前。はぁ、親子丼でうまいのどこやねん。親子部分やろ。ねえ、そう思いません？親子部分がうまいねん。ああ。で、腹の足しになんのないねん。米部分やろ。ああ。親子うまいねん。これネタや、これ。ネタ。はあ？これネタ一生懸命みんながいろいろ努力して、なあ、こうでもない、ああでもないって言いながら作って、やっとここにあんねん。ネタも作らんと上でした、みたいな。何を言うてんの？何しとんねん。何しとんねん。そんなん言うんやったらな、お前が作るネタはボケがくどくてね、味が
卵の俺がマイルドにして伝えてんねやろね。感謝せー、濃い味やの塩分高。何がまろやかじゃこらお前。 あんなもん詐欺ですよね。鶏だけに味薄くしすぎやろ。何やこれ、お前のためにやってやってんねやろ。味薄いどころか腐り始めとるやねん。誰がかお前は、マイルドに慕ってんねん。こっちに感謝せばかだれ。お前言うとっけど、お前親子丼の親子部分をなあテーブルクロス行きたいみたいにバーンやってみ。ああ、お前ポーンってご飯の上に落ちて、お前ただの卵かけご飯やろ。ええがなお前、卵かけご飯がみんな大好きやろうが。最強やないかい。おい、これは勘違いエッグ。何やその言葉。初めて言われたわ。ねえね、勘違いエッグって。それ人に対して言う言葉なんか、お前。せめて鶏に行けよ。お前勘違いエッグやろ。意味わからない。言われても答えへんし。ああ、言わせてもらえ。ほんなら お前。なんや。あと、その、ここにもおると思うが、気づいてない勘違いエッグがおると思う。いや、そんなもん生卵好きな人は山ほどおんねん。ちゃうね。じゃあ、お前、卵かけご飯。あ？卵だけかけてうまいんかい。何が？卵だけかけて食べたことあんのか。卵だけかけて食べてうまいと思ったことあんのか。え？ない。醤油は？あ？醤油は？いる。いるやろ。醤油いるやろ。ああ、言うたらもう俺らの仕事で言うとスタッフさんみたいなもんや。スタッフ、ああ、ラー油はどうや。ラー油はいるか。まあ、あった方が美味しい。あった方がやろ、うん、作家さんや。作家、作家さんや。ああ、どうする、かつお節とかネギとかかけるやつどうすんね。欲しい。マネージャーや。マネージャー、ああ、俺そもそもや、ああ、うん、白ご飯がないとお前卵かけご飯なんか成立せえへんやろ。誰があんなジュルジュルだけ食うねん、お前。ご飯ない状態で卵だけ食う。いいか、お前。気色の悪い。ご飯あってなんぼやろ。ご飯お前にとって何や。吉本興業。なんて、なんて。吉本興業。吉本興業があって、ああ、その上にネタがあって、いろんな人に助けてもらって、お前がおんねやろ。やろ。ああ、感謝してるか。感謝してます。全部に感謝してるか。はい、感謝してます。もう感謝してるんやったら、もう気持ち分かったやったらもうええ、うん、ほなもうお客さんもみんな見てるから、うん、その生卵のポーズやらしてもらえ。いい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 や、え、すごい、めちゃくちゃ1点だけ見つめてるやん。出させていただきます。回らせていただいてもいいですか。いいですか、回ってって。いいんすか。よかったな、回ってって。回らせてもらって、今日は回ってって。じゃあ、僭越ながら回らさせていただきます。井上、これ何の時間。こっちのセリフやもん。おい、私さ、今回のネタは生卵最強説。はい。これなんでこんな長だったんや。こんな長かったっけ。こんな長くないですよ。もともとは短かったよね。もともとは短いネタですけど、うん、なんかしたっけ。な井上さんが乗ってはったんじゃないですか。したっけ。はい、井上さんが、あの、大体井上さんが乗ってる時に長くなっていくイメージはありますけどね、このネタ収録ライブね。
まあ大元は短いからな。大元は短いんですよ、うん、私が生卵を苦手っていうだけですから、だけやからな。はいはいはい。でもなんか結構早い段階で台本関係ないことやりまくってたんで、うん、はい、多分そこがしっかり伸びたんやと思うんですけどね。なるほどな、はい、まあでも俺もね、うん、まあこんなこと言うのあれやけど、親子丼のあの卵黄はなくてもええやん、早いねんな。せやろ、うん、あれに関しては。でも俺はすき焼きのあれもよう分からへん。まあすき焼きの生卵俺もな、俺つけへんから。俺もつけへん、うん、そのまま食うから、うん、あれやねんけど、あの親子丼の卵黄はもう抗いようなんや、乗っかってるからな、うんうん、せやね、あれちょっとな、言うてることは分かんねん。やろ、なんかもうすっげえスポットライト当たってるやろ。うーん、ど真ん中でな。やろ、うん、あんま得意ちゃうね。そうだから、あれがなんかなんていうの、プラスに働いてるのあんま、まあ、カルボナーラならまだな。まあまあまあ、カルボナーラまだなんか分かんねんけど、うん、もう一味やもんな。カルボナーラはもうそもそも一味やから、うんうんうん、なんかやっぱね、あの高級親子丼感な。そうやね、うん、あれ乗っただけですごい高級な感じするやん。やっぱ結果なんかもう親子丼なんか中尾が一番うまいねんから。中尾うまい、中尾スタイルで全店出してくれたらええねん。でも中尾ももうあれじゃん、卵乗せるやつ出てんじゃん。いや出てないんちゃう。出てるやんな。出てる、うん、そっか。一回それ見て中尾出たことあるもん、確か。いや食えやどんだけ嫌やねん。それは食えよ。卵乗ってないやつもあるやろ。まあでも増えてるよな、それな、生卵あるやつ。ほら、あー今こんなんあんねや。あんねん。そうか、悔しいわ。悔しい、うん、俺たちの中尾が。そやな、俺らが食ってた中尾の親子丼はな、ザ親子丼やから。ザ親子丼ですよ、うん、あのやっぱ出汁の味を堪能したいからな、うん、カレーに生卵落とすな。ああ、俺は好きじゃない。そうやろ。あれ、誰が好きなの。まあそれは多分辛いのが苦手。いや、だから結局味弱めてるだけでしょ。まあマイルドにしてるっていうのはな。味弱める勢が、まあでもカレーはスタンダードが辛くて食べにくいっていう人もいるやんか。まあまあ、まあ、お店で、まあ、それはまあなんか分からんでもないね、うん、でも鼻から乗ってるやつもある、うん、ある。は全然いい、全然いいな。あの銀皿系のカレーな、うん、うん、そう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 、それは分かるわ。やったらその辛いと思ってらっしゃるんやったら弱めて作ったらいいのにみたいなね、うん、ある。あたす思うんです、うん、で言ってることはものすごい分かる。このネタに関しては俺もそうやから。そうなんです。生卵自体は好きやね、はい、好きやけど、だから親子丼の生卵はもういらん、はい、すき焼きの生卵もいらんな。そうだから私はこのね、この親子丼の上に乗ってる生卵と、うん、卵かけご飯がなんか最近すごくこの何でしょう、なんかブームというか、このなんかまあちょっと高級志向にも入ってるからね。ちょっと上にこうね、崇められるようなものになってきて、トリュフ醤油とかと食ったりな。そうで、うまいな。冷静になれと、うん、勘違いエッグと、すべてを取り払ってみろと。米も何もなくなってな。米と、まあでもここ一旦米を抜こう。その卵だけで食うて。うん、本当にうまいのかと、うん、それは超高級卵ならうまいかもしれませんよ、うん、でもそうでもなければ、超高級卵でもうまいかどうか分かんないですよ。まあでもめちゃくちゃ分かる。俺だから目玉焼きそんな好きちゃうもん。もうザ卵やんか、うん、あれにだから醤油も何もかけずに食うってことや。そうそう、卵本質の、うん、だ生卵じゃなくて調理卵としても、うん、そうそうそう、舌覚えないもんな。せやろ、うん、絶対醤油かける。そうだからちゃんとその勘違いエッグたちにも気づいてほしいなと思って。うん、そうやな。そう、もうなんかすごい重宝されてるやん、うん、そのさあ
すげえ卵白をやってさ、あるよ、ふわふわにして、あるあるある、最高級の食感の卵かけご飯や、うん、みたいな。あなたはあなたの本分を忘れたのですか。あなたはなぜ生まれたのか、うん、ね、ちょっと食べたかったからさっさと時間かけずにな、時間かけずに食べたかったから、うんうん、あなたは生まれてきたんですよ。まあわかる。何をしとんの、時間かけてな。私はそう思ってる。すっごいわかる。俺オムライスも結果俺ケチャップ飲みに行ってるもん。オムライスな、卵を食うというよりかやっぱケチャップを食べに行ってるから。で最近もう気づいてきてない、オムライスマジでその喫茶店で出てくるやや固めのオムライスがいっちゃうまくない？いっちゃうまい。ほんまにいっちゃうまい。ごめん申し訳ない、貧乏や育ちな2人からすると結果あれが一番うまい。あれか中華料理屋のオムライス。いやそう、うん、だから結局ちょっと固めがダメ。そうそう、なんかええねふわっとせんで、トロトロの溶けるやつみたいな、うんうん、うまいけどね、うまいねんけど、うん、やっぱあの子供の頃に食うてたのが一番やわな。結局まあ、うん、俺たちはもうほんまにおじさんになってて、そうやな、かき氷も結局ガリガリのかき氷ですよ。めっちゃうまふわふわの、まあ、いい、まだ飲めるかき氷いらんねん。なもう歯悪いぐらい噛みたいねんそうや、これはもうすいません、なんか貧乏で申し訳ない、すいません。今回こういうネタでございました。はい、はい、いいね、チャンネル登録お待ちしております。また次回お会いしましょう。さよなら。